ここは午後7時と相なった宮坂殿一旦ご苦労にござった。これよりはビートラウンド834サテライトフラッシュじゃ。毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者隊である。よろしゅうお頼み申す。本日の出陣は鬼の半蔵こと服部半蔵正成と拙者陽気者の三平じゃ。我ら服部半蔵忍者隊ここに水産はーさあさあさあ、こたびもリモートなる術を用いて生放送でお届けいたすんじゃけど、まずちょっとみんなにお詫びをせねばなら。拙者なんじゃなんじゃ。あ、そうなんじゃ。この昼頃かの、拙者らのこのメッセージのメッセージテーマお題目をの、はい、まあ、みんなに伝えたこの X なるものにてつぶやきをいたしたんじゃけども、うん、絵巻と文章で違うたのじゃ。どういうことにござりまするか。故に文の方は来週のメッセージテーマを言ってしまい、おで絵巻の方は正しきものを言っておってという、わしが間違えてつぶやいてしまったのじゃ。あら、これはもう見事に客人は困惑しておりまするな。そうなのじゃ。術をかけてしもたこと誠に詫びる。申し訳ございませんかった。申し訳ございませんうちの同僚が本に申し訳ございませんそう、もう先に言ってしまうけども、こたびのメッセージテーマはお主のおすすめの一冊はでござるから、はあ、よろしくお頼みます。はあ、今からでも送ってくださりまでお願いします。よろしくお頼みます。さあ、ということで、はあ、宮坂殿も触れてくれておるけども、のわしと三平、つい帰ってきて、この間帰ってきたタイに行っとったわな。はあ、2日前に帰ってきたばかりにござりまする。そうじゃない、いや、良き任務でござったけども、はあ、三平、何かタイでの何か印象ござる？あれにござりまする。やはり、うん、暑うござりました。ああ、確かにの、はあ、暑かったの。やはり常夏だじゃったな、おそらくの。はあ、湿度もちょっと高めにござり申して、うん、まあまだ一番暑い時ではないと思いまするが、ゆえに過ごしやすはござり申したが、うん、やはりちゃんと、ああ、暑いなというのを感じ申したのと同時に、うん、拙者は日の元に帰ってきて真冬を感じると思い申したら、日の元も暑い、うん、ああ、まあ確かに暑い。ゆえに拙者は、あれ、まだ拙者タイにおるのかなという気持ちになり申した。だから昼間の日が照っておる時はそう変わらんぐらいの、はあ、もう感じの子だったな。あとは食事がやはり美味しゅうござりました。いや、微妙じゃったな。何が良かった？拙者まだガパオライスが食したくて、今ガパオライスロスになっております。いや、三平、は、我ら5日間タイに行っとったけど、毎日食べておったじゃろ、ガパオライス。毎日食べておったからこそ、日の元に戻ってきて、あれ、こたびガパオライス食してないというこのそわそわ感。あ、なるほど。あれ、前にあったようなものが急にござらんなったと。はあ、あ、確かにその損失感はござるな。いや、もう今まさにガパオライス求めておりまする、拙者。ああ、そうじゃな、あ、分からん、その気持ちの。さあさあさあ、そんなな、まあタイに言っておった我ら服部半蔵忍者隊の、まあ、タイの者にも我らのことを伝えてまいったけども、はあ、まあ、この日の本のまだ我らを知らぬ者で、今この我ら電波線の声をの、我らが発してる声を聞いておらぬ者、あ、聞いたことがござらぬ者がおるやもしれぬから、初めて今聞いておる者がおるやもしれぬから、まあ、まずは我がタイの紹介と参ろうではないか、三平。は、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知、武将観光をより一層盛り上げるべく、徳川家康様をお支えした服部半蔵正成様を中心に、忍びの精鋭たちによって誕生いたしました、愛知の魅力を発信する観光 PR 隊にござりまする。日々名古屋城にておもてなし、土日祝日には侍忍者ショーを行っておりまする。おうじゃな、現世にては電波線も用いて忍びの文化、そして愛知を盛り上げていきたい所存である。ではでは、本日のメッセージテーマを発表です、三平。は、改めて本日のメッセージテーマは、お主のおすすめの一冊はにござりまする。やぶみメールはメディアス FM の電子版ホームページのメッセージをクリックしお送りくださりませ。またメディアス FM の専用アプリからもこのやぶみメッセージをお送りすることができまする。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしゅうお願いいたしまする。皆様からのやぶみメッセージお待ちしておりまする。うん、そうそう、戦国時代にこれ起きる忍び、識字率がかなり高かったと言われておるわな。は、さようにござりまする。やはり薬学や科学、天文学、人相、心理学、あらゆる学問に精通しておる必要がござり申して、情報のやり取りにもやはり読み書きが求められておりましたな。
ほうなのじゃ、まあ、わしの武将でござるんじゃけども、まあ、戦国武将でもこれ教養といたして知略を育むためにまずは読書が必要だとされておったのじゃ。うん、我らが主君徳川家康様も本に読書が好きでいらっしゃいまするな。ほうじゃほうじゃ、これ兵法書から思想学から歴史書からものすごい量の書物をお読みになっておられる。まあ現世でもこの季節、まあこの読書の秋と申すがの、これ実はこれあの三平とわし現世に蘇ってからはなんとですな、読書大の苦手でござりまするこれ何言うじゃろうなこれ。いやーもう戦車400年前のようにもう文字が読めませぬ半蔵様。あそうか、これあ、まあ、読む気は、まあ、一応あるんじゃけども、まあ、それでも何かということで、これ何か例えば読んだことござるかな、これ三平おすすめの一冊ござる一応この戦車も本人一文字読むだけで眠くなるぐらい文字苦手にござりまするが、わかる。そんな戦車でもちょっとみんなにおすすめできるのは、うん、あの現世に蘇って地球の歩き方というのを知っておりますか。ああ知っておる知っておる。あれの国内で愛知県というのがござりまする。おお。ゆえに地球の歩き方、愛知県のことにござりますゆえ、もう愛知の観光情報がギュッと詰まったそんな一冊の拙者は見つけもして、うん、あの絵も写し絵もござりまするがゆえに、うん、情報収集とてもしやすいなと思って拙者はちょっとずつ読んでおりまする。あーなるほどの、まあ、我らこの発信するのにもつけるほいでお客人が見ればあここ行きたいなとこの思えるような、はあ、本ってことじゃな。さようにござりまする。なるほど。半蔵様は何かござりまするか。うん、いやそれこそわしも読書ちょっと苦手でのほら、ね、あの三平と同じで眠たくなるんだけど今、はあ、今まさにちょっとずつちーとばかりずつ読んでおるのが、はあ、古武術の発見という本がござる。わー好きそうですな半蔵様さよう、まあ、武が好きなわしにとってはもうこれたまらんのじゃけど、ほう、まあ、これみんなに一つ伝えたいのがやはりこれ心が大事というふうにまあみんな申しておると思うんじゃけど、は確かに心も大事なんだけどやはり体の使い方とかも大事なのじゃやはり。あなるほど。例えば誤ったこの重いものの例えば重いものをこの腰を曲げて持つとこの例えばぎっくり腰になってしまうとか、はこのしかと下半身の力を使いながらこの持ち上げるとか、まあ、それは書かれておらんのじゃけどやはりこの体の使い方をしかと知っておらんと、まあ、例えば怪我につながってしまったりとか体を簡単に壊してしまったりとかするんだよな。だからこの体の使い方も大事っていうのを書かれておるっていうのはこれ感動いたした。なるほど。400年の時を超えてさらに半蔵様の体の使い方がもうすごくなるということですな。おおもうわしもう多分のものすごい体になると思うぞ。楽しみにござりまする。おおもう見ただけであら半蔵様ってなることだな。書物の効果すごいですな。いやそうじゃよそれほど力がござるから書には。うわあそうということでなこの力がござるこの書、まあ、みんなにもなおすすめの一冊お気に入りの書物そして我らに、読んでほしいとおすすめしたい本何でもいいからぜひ聞いてまいりたい。皆様メッセージやむみどしどし送ってくださりませ。ではここで一曲水曜日のカンパネラ殿で幽霊と作家。服部半蔵忍者隊が生放送でお届けいたしるビートランド834サテライトフラッシュ。この番組では南からのメッセージをお待ちしておる。本日のメッセージテーマはお主のおすすめの一冊は。じゃあさあさあさあどんなメッセージが送られておるかの。はっ量産来ておりまするよ半蔵様。うん。では早速読ませていただきまする。うん。ラジオネームトムソーヤの冒険殿。 おすすめの一冊は今野敏さん著隠蔽捜査。ほう。警察官僚を主人公とした警察小説で現場に張り付くこともなくトップから全体を統括する役目が主なエリート官僚であるがその前にあくまでも一警察官として立場や建前や保身にこだわらず己の職務や正義を貫く主人公がまさに男だなと思える作品ですとのことにございます。あーなるほどな、ね、おかっぴきの話かこれの。はあ、さようにございます。うん、まずこのあのこのもののラジオネームがもう本の題名でありそうじゃんな題目で。あ確かにござりそうですな。えらい童話と申しまするか。いやそうじゃそうじゃそうじゃ、そうかこれなんじゃ官僚いうんはだってそのあの見張る役なんじゃな。上にこれは統括ということは
半蔵様と同じではございませんか。そうじゃな、だって わしがこの忍びを見張っておるかのようなものっていうことじゃな、これは。さようでございます。されど棟梁である前に一忍び一武将という気持ちでこうしっかりと貫いておるという、うん、なるほどな、のが分かるという。そうじゃない、これ建前やこれ保身のこだわらずっつってのこれ己を貫くっていうのはまさに男、これ分かるわな、これわしものすごく分かる。やはり同じ気持ちになりまするか。そうじゃそうじゃ、うん、だからどうしてもこの、まあ、例えばもっと上に誰ぞ、まあ、例えば我らという親方様がおって、はあ、のほいで下にはこの忍びがおってで、はあ、中にわしがおるとなるとの、どうしてもこの建前とかのうんうん、まあ、簡単にもうちょっと格好をつけて、例えばもしかすると嘘ついてしまうこともあるかもしれんとかな。おーおー、だそういう己の保身に抗って戦って勝ってのしかと、あの 悪と思われようにも己を貫くとかの、うんうん、それが、最終的には正義につながるとか、だからそのような、まあ、男の見せ方っちゅう、見せ方っちゅうかな、やはりそれはあの意識したいとわしは常に思っておるっていう、ちょっとなんかこれなんか格好つけとらんわし大丈夫か。今のを聞いて今後の半蔵様の見る目がみんなおそらく変わっておりますよ。お、急にわしあのものすごく嘘つきみたいになって、わしが一番忍びみたいなことしてるからね今。もうこれからも皆様半蔵様への見方法に変わっておりますよ。半蔵様危険ですよこれから。みんなわしのこと斜めから見るじゃろうなこれ。隠蔽忍びみたいな。やばいですなそれ。なあいやもうこれちょっと見習いたいわな、このいや通ずるところござりまするね。そうじゃな、なるほど。いや小無双への冒険とありがとうござる。ありがとうござりまする。では続いてわしからはお願いいたしまする、うん、ではまあラジオネームマス殿、服部半蔵忍者隊の皆様こんばんは。こんばんはじゃ。学生時代は図書館に行っていくつか読むこともありましたが、大人になるとなかなか手に取る機会がなくなってしまいました、うん、時間が空くとすぐにスマホを手に取り YouTube などを開いてしまい、ますます本との距離が遠くなるばかりと思っていたのですが、お出会いました。お買いたい、ぜひ手に取りたいと思った本と出会ってしまいました。なんじゃなんじゃ。ウェブライター雨穴雨に穴穴雨に穴と書いて雨穴さんの変な家です。ほう、映画化や漫画化もされている大ヒット作品なのでご存知かもしれませんね。実際に手に取ると分厚いなと思いましたが、あっという間に読み終わってしまいました。雨穴さんにハマっちゃって、変な家に変な絵などの他の作品も読みましたが、とっても面白かったです。また何度も繰り返し読みたいと思っていますとのことじゃ。変な家ということはこれはもうからくり屋敷ということでございますか。これ実は三平、はわしこれ絵巻で見たことござる。まことにございますか。うん、これあの三平も、あ、まあ、わしと三平ってどちらかというとあの頭あまり使いたくない方じゃかな。え？ちょっと待って、今日三平お前急に出がったな。いやもう歯の先生は頭で何も考えず体だけ動かしておりたいです。そうじゃな、いやわしも、はい、そうわしもそうなんじゃの。じゃけどもそんなわしでもこれもうずっと見たくなるほど、え？それをどんどん展開がこ あの展開していって、うん、ちっとこのまあちっとだけこの怖いような話なんだけど、引き込まれていってしまう話なのじゃん。簡単に申すと、これおすすめ。わしもこれの面白いと思うわ。書物で読んでみた方がいいですかでは。ああ、そうじゃな、まあ、三平とわしでござったら絵巻で見た方がいい。書物ではないのか。ああ、そうそう、でも書物でも多分のこれハマると思うわ。いやすごいですな。ただ強いて申すなら分厚いという言葉だけちょっと拙者ドキッといたしました。まあ確かに分厚い、確かに我らからしたら仕切りが多幸ござるからねこれは。いやでもあまりもう読んでおらんかったのに急にブワッと止まらなくなってしまうほどのものに出会えるというのはやはりすごいですな。おお、だってこれちょっと3ページちょっと覚えといてほしい。変な家、変な家、変な家、覚えました。ああ、そうじゃそうじゃ、変な家ござるで、変な家、あ、変な家、はそうじゃそうじゃ、いや、これそのさすがさすが、ありがとうござる。そういうの待ってましたな、こういうの。そうじゃそうじゃそうじゃ、ありがとうございます。そういうのいっぱい聞いてまいりましょう。どう参ろう参ろう。では続いて拙者から参りまする。うん、ラジオネーム三日月の舞殿。うん。来た、今宵三日月の舞参上。お。私本は苦手なのじゃが同類ですな。
伊達武将隊がモデルの「エイエイオー僕が足軽だった夏」は初めてしっかり読めた本じゃの、うん、内容も己のためになるものでありました。なるほど。質問なのじゃが、この電波線は公開収録しておりまするかの？しておりませぬよ。うん。若が就学時前で勉学にマイナスのイメージ持ってるのじゃが、母の影響で武将隊に興味を持ち、忍びにも興味持っていて、どこにいるのか聞かれて名古屋城や千鳥やそこを辺に忍んでおる。おお、なるほどですな。水曜日はドンキらへん、うん、どこなんじゃろに忍んでおる。何故ドンキが出てまいったんじゃろ。英才教育してるのじゃが、もし公開収録しておるのであれば、来週若と姫連れて行こうかと迷っておりまする、うん、話せなくとも見るだけでも興味をさらに持ち、小学校で学べると勉学というものは楽しいものと教えれるチャンスなのではと思っているのです。サムニーや名古屋城、セントレアは連れて行けるけど、身近な存在と教え興味持っている今、おぼろげでなく明確なものにして矢を楽しみに変えたいのです。あ、そんな感やで、あの半蔵さん、うん、忍者隊のこと考えすぎてニンニクを見たら半蔵さんに見えてきて、受けたいと思ったことごめんなさい。ニンニク好きなのに半蔵さんに思えたらからばいくて仕方なく食べれなくて困ってます。毎日食べてたのにとのことにございます。いや、ニンニクは食べた方がいい。めでるより食べた方がいい。おー、元気が出るで。しょうがないですな、半蔵様の半分はニンニクでできておりまするがゆえに。そう、宮坂殿のな、あのあれだったけども、そうそうそう、あの優しさっていうふうに言ってくれたけども、あの実はわし半分はニンニクで、もう半分はニンニクでできておるから。はあ、そうですな、うん、そうじゃそうじゃな、そうか、あのなんじゃ、あのどこでこの収録をしておるかと。はあ、これはもう深い深い森の中じゃ。そうですな、そうじゃ、なんとかなんとか電波というものを拾い申して我らはこの遠隔戦で戦っておりまする。そうなのじゃ。だってあの前はな、時たまちょっと電波が荒れておるかのようなことがござったけども。あ、ございましたな。そう、深い深い森の中しておる、うん、なんじゃ。ほいで、あのなんじゃ、あの寺子屋で学べる楽しさを教えたいと。はあ、なるほど。これあの実はあの我らがの応援隊にもなっておる、あの実はあの11月30日からのこれ、はあ、忍者アカデミーというな、うん、あの寺子屋そう、はあ、あの忍者の寺子屋が開かれるから、名古屋市科学館に行ってな、これぜひこれで学ぶというあの楽しさを発見するという。そうですな、うん、そうじゃそうじゃ、いたします。そうじゃ。ほんでまあ時期サムニンか、サムライニンフェスティバル、それこそこの本の AAO 僕が足軽だった夏のこの伊達武将隊というもののも方々も、うん、サムニンには来ていただきますゆえに。そうじゃそうじゃ、だぜひこのサムニンにも来てほしいしなあ。おい、あのなんじゃこのドンキってコングのことか。コング。なんじゃ。コングのこと。おぬし今胸叩いた。あ、何も分かりました。いや、分かる分かる。ピチピチピチってなっとったぞ。しかと聞こえた。おかしいな。ペチペチペチはちょっと弱めじゃんな。ああ、そうじゃそうじゃ。まあ、なんであの我らの、ま、名古屋城やセントリアに、まあ、おるからの。あ、ぜひ連れてきてほしいよ、これ若やな姫。そうですな。待っておりまするよ。そうじゃそうで待っておる。おいで電波線毎週聞くのじゃ。あ、お願いいたします。親子でよろしくお願いします。三日月の前殿ありがとうござる。ありがとうござる、うん、では続いて、では三平から読んでもいいよ。あ、拙者から、かしこまりました、うん、では拙者からはこの方にいたしまする。ラジオネーム南海陽一殿、うん、忍者隊の皆様こんばんは。こんばんじゃ。今週もお勤めお疲れ様にござりまする、うん、あ、ござりまする書いてござりませんでした。お疲れ様でございます。うん、こたびのテーマはお主のおすすめの一冊はですが、いわゆる漫画という分野の本で、マツケンクエストです。おう、いわゆる異世界ものというものです、うん、俳優の松平健様が異世界に転生したらこうなったという物語で、刀が出てくるものの一切誰も被害も負わず、しかも笑わせてくれます。ぜひ笑顔になりたいのでしたらおすすめですとのことにございます。なるほど。まあちょっとこれ、まあ現世で言ったら我らに近いようなものか。さようですな。の我らも転生しておるから、はあ、確かに我らも一切誰も被害を与えることなく、は、刀を持っておりますゆえ。そうじゃな、はあ、こうか、これ異世界ものか。だって全く異なる世界線に、降り立ったらの話やな。はあ、さようにございます。お、なるほどな。なんか前我らこの生まれ変わるなら斧がか違うものかいうのを、これメッセージテーマで前電波線に言ったしたけども、ほう、こうなんかそれに通じてくるものはあるな、この異世界の転生との方じゃな。でも実はこの本気になりまする、うん、ああ、なるほど。この松平健殿の、は、松平健殿に直接お会いしたことがあるからというのもございまするが、うん、
すごい気になりまする。そうじゃよな。あれ、松平健殿は豊橋市生まれでござったか。さようにございます。そうじゃよな、そうじゃよな。いや本当に松平健殿はなんじゃろうな、もうわしなんか思い出すもんな、見ておる昔を400年前をまあ殿様にございまするゆえ。そうじゃそうじゃ、まあ、あの我らとは時代は異なるが、なあ思い出すでな。なんなら拙者松平健殿にお会いたした時、松平健殿は徳川家康様の姿をされておりました。ああ、もういやいや、そりゃそうじゃん、もう親方様じゃって、もう、はあ、もう顔見れませんなんだあ、いやそりゃそうじゃわ、もう、はあ、もう貸し付きも不可なるからな。いや不可なりましたいやわし会ったことないで、会ってみたいな松平健殿の。会ってみたい。お様。そうじゃそうじゃ、もうぜひ会ってみたい。なるほどな。これちょっとわしもちょっと気になる。見てみたいな。マツケンクエスト覚えておきまする。まあ覚えておこう。いや、なんかよちだな。ありがとうござる。ありがとうございまする。さあさあということで、のそろそろ濃くなんじゃけども、まあこれ見ながらのいろいろな本教えてもらったわけじゃ、この秋読書候補としてぜひ参考にしてまいりたいと思った次第でござる。そう、それではここで一曲聞いてまいりたい。スキャンダル殿で本を読む。ビートランド834サテライトフラッシュ、午後7時から30分間の生放送で服部半蔵忍者隊がお送りしてきたが、そろそろ姉妹の濃くなるじゃ。こたびはおすすめの一冊を聞いてまいったんじゃけども、我ら忍びからのおすすめとしてはやはり三大忍術書かの万千秋会、小人気、忍秘伝、いずれも本国といわれる現代語版が出ておりまするがゆえ、読書の秋に読んでみてはいかがにござりまするか。ちなみに半蔵様は当然3冊とも、うん、さあこのように毎週忍び毎週忍びに関する知識を交えながら楽しく皆と交流してまいりたのよろしゅうお頼みます。これは読んでないな。この放送を聞いて忍びに興味が湧いたよっちゅう方はぜひ服部半蔵忍者隊で検索してみてくださりませ。電子版ホームページに出陣情報がござりまする。その他 X、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook などなど各種電子網を通じ、我ら忍びのかっこよき姿や我らの日々の任務の様子を発信しておりまするがゆえ、ぜひご覧くださりませ。なお行さんの方からやぶみを頂戴いたしましたが、国の都合上すべてを紹介することが叶いませんでしたがゆえ、ラジオネームだけでもご紹介させていただきまする。マレンローズ殿、サキピー殿、トシちゃん殿、白ヤギメイ殿、ハンドル殿、ウイチロウ殿、ヒロノブ殿、チタシの伊藤殿、ナオミ殿、黒猫トマト殿、そしてその他たくさんの方からいただき申した、後ほどしかと読ませていただきまする。行さんのやぶみメッセージ誠にありがとうございました。ありがとうございました。では来週のメッセージテーマを発表いたす。来週のメッセージテーマは運動会で好きな種目は。えちょっとえ先生これ面白い。あ、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけまする。皆からのメッセージをお待ちしておる。そしてこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされておりまする。メディアス FM YouTube で検索いたし、ぜひ確認いたすのじゃ。それではこの後は再び宮坂好みなどのビートラウンド834でお楽しみあれ。来週のこの時間にまたお会いいたそうではないか。ここまでのお相手は服部半蔵忍者隊の服部半蔵と、拙者陽気者の三平であった。最後はこの曲にてごろん、宮内優里殿で読書フューチャリング星野源。さあ三平が現世でやってみたい運動会の種目まで3、2、1どうぞ。騎馬戦に決まっておろうが。